2002年最初の曲、沢田研二さんで君の綺麗のためにお送りしました。もう2人とも笑わない笑わないでください。続いてまいりましょうね。はい、はい、ジュリケンファイル064、年賀状。年賀状、今年もお年玉付き年賀状の販売枚数は減ったようです。去年廃止の流れの中で年賀状という文化が次第に消えつつあるようですが、意外と豆だということが判明しつつあるジュリケンのお二人は年賀状を書くんでしょうか。新年のご挨拶はどうなさっているんでしょうか。年賀状は僕は付き人やってる頃から書かなかったですね。やってる頃にもうそういうのって時間もなかったものあるんだけど、うん、それからぴったりやめちゃったですね。学生時代は書いたかな、うん、それ以後最近も一切書かないですね。一枚も。沢田さんってどうですか。僕はやっぱり書くね。ただ最近はここ 2,3 年はね、元旦になって書くの。あ、元旦に。元旦に出してもただなのよ。で、消印がつかないの。あ、そう。会社ね、団体、三が日かなんかね、投函しても、あの、日付のスタンプが押されなくて、で、このっていうか、要するに去年中に出してもね、その、消印がつかなくて、はがきが届くわけですよ。あ、そうですか。うん。それがね、三が日ぐらいはそれまだつかないので、そのことと、まあ、去年廃止とかみんな言ってたりとか、本当は、その年が明けて、明けましておめでとう、つって、その元旦に出すのが本当だと。ああ、なるほど。やることを言ってる人がいて、ね、いたりなんかして。で、まあ、あの、僕ら、来た人だけ。来た人だけ。あ、来た人。元旦が一番多いのよ。そうですよね。そうですよね。去年のうちに書いてる人が多くて、で、届くから、で、それを見て、もう出さなくていい人と、で、分けて。うん、選挙なんかあるわけね。あの、例えば、あの、ほら、なんか作曲家協会だとか、ほら、そういうのあるのよ。恩師協だとか、なんか、あの、ジャスラックとか。そういうところで、ね、先生っつって来るのよ。一票入れてほしいもんだから。なるほどね。会員だから。そうか、そうか。で、そういう人は出さなくていいと思うんだけど、出さなきゃいけない人だけ、その時に書くのよ。元旦に書く。でも、それはでも、正式かもしれないね、本当はね。そうですね。もう、お年入ってるからね、もう、じゃあ、何や、もうこれでっていう感じなのよ。あ、ちゃんと手書きで書くんですか。パソコンとかでプリントアウトしないで。それやって文章書けるんですか。あれダメ。そうそうそう。大体まあ、あの、近しい人はちょっと分けるようにして、近しい3人ぐらいいたら、同じこと書いてた、同じこと書いてたって言われるから、ちょっと大丈夫だけど、グループのほら、大体ほら、付き合いのそういうのがあるでしょ。だから大体、3種類ぐらい考えといて、なるほどね。良い年でありますようにっていうのとかと、あと、なんだな、あの、また一緒にお仕事を、あ、仕事だけだとね。ますとか、またお会いしたいですとか。で、年配の方には元気でいてくださいとか。その3パターンなんですね。大体そういうのでね、やってますね。ほんと買わないんだよね、武将なのかね。でもたくさん届くのは届くんですよね。来ますね。でももうそのまんまで。だって、あの、お年玉、あの、当たるやつ知ってます？あの、番号でしょ？そうそうそう。知ってますよ。あれはチェックしますか？チェックしたりするの。しません。全然。もう全然もう年賀状に興味なし、興味なしなんですよ、本当に。いや、僕らね、当たってるかもしれないよね。そうそう、僕らケチだから。もう切ってでも当たってたら嬉しいのよ。あ、沢田さんはチェックするんですか。するする。下一桁とかで。もう大体ね、4枚3枚か4枚必ず切ってが当たるの。当たってます。そう、切ってシートってですね。当たった方には必ずその後日に、おかげさまで切手が当たりました。あ、それはお年賀状もらった人に。すごいいい人ですね。いつか一等賞かなんか当たらないかなと思って。今何なんですかね、一等賞ってのは。今選べるようになったんですよね。あ、そう。今までじゃあいただいた年賀状の中で、一番面白かったとか印象に残ってる年賀状、いい意味も悪い意味も面白い意味もって何かありますか。凝ってね、それこそ芋盤とかで何色もっていうのはあったな。ああ、ハンガみたいなんでしょうね。芋盤かゴンバンか知らないけど、もうすごくカラフルで一色じゃないっていうのがね。そういうのなんか。今年はいいですよね、馬だからね、描きやすくてね。描きやすくて。なんか馬難しいべ。難しいですか。難しいでしょう。馬の顔。馬の顔。ちょっとこうやってね、大長で。でも漫画にはしやすいじゃないですか。ああ、そうですね。何年が一番難しいんでしょうね、書くのには。何だろう。辰年かな。とか羊とかやだよ。辰年。辰は難しい。大体辰のお年を書いたりしますよね、大体。ああ、そうですね。そうそうそう。それか漢字に逃げちゃうとかね。そうそうそう。漢字を書いてね。僕昔ね、一回ね、あの、隠し芸大会で、
修理やったことあるんだよ。でっかいだるまの絵を描いたかなんかで、ねええ、したことがあって、ええ、その時にあのペン筆ペンをもらったんですよ先生から、ええ、でその時にはね、ええ、赤と黒 の, あの筆ペンもらったもんだから、ええ、これをなんとか利用できないかなと思ってね、花札の花札 の, あの月見ていっぱい、赤と黒と、松があってか、なんか萩があってか、で月が出てて、うんうんうん、で、はいね、そこに画商って書いて出したことある俺。ああ、こうやってますね。うん、書いてますね。うん、有効利用。それをまた印刷してもらって。なるほどね。年賀状、皆さんの元にもね、たくさん届いてると思いますが、今年こそみんなくじをチェックしてみてください。そう。ね。いいことだった。はい。では、一曲お送りします。ザ・ローリング・ストーンズ、スタート・ミー・アップ。ローリングソードまだミック・ジャガーって現役でやってるんですよね。やってますよ。偉いですよね。もういくつだったんだろう。もう56、7。ジョン・レノンとかと同じでしょ、あの生きてれば。あ、そうですか。みんなあのジョン・ジャソンが58だから、じゃあ、うん、8ぐらいの時ね。はあ、もうすぐちゃんちゃんこですね。キース、キース、だからビル・ワイマンはやってるんだけど今もベースの人はね、ビル・ワイマンはやってるんだ。やめたのか。やめたんだ。やめましたね。やめちゃったんだよ。あの人はもう60過ぎてるよね。だから、このチャーリー・ワッツ、あの、あ、ドラムのチャーリー・ワッツの人はね、はい、もう還暦過ぎたんじゃない。チャーリー・ワッツ一番上ですもんね。ああ。みんな元気だな。でも向こうの人ってあのこう長くやってるのが逆にかっこいいですよね。かっこいいけどね。だって、ね、世界相手だから。ああ、ですね。英語が全部ほらは。大体わかる国が多いでしょう。ですよね。ラテン圏でも、ラテン語圏でも、ちょっと変えれば意味がわかるじゃん。だからね、でも世界で一番多いのはラテン語なんですって。あ、そうなんですか、うん、英語じゃなくて。うん、でも、北は、北半球に多いのは英語圏ですよね。交通情報に参ります。はい。Get up.
かされたな完全にすかされたな倒れそうになったなせっかく乗ったのになこんな難しい曲ああ難しかったですね難しかったこれ意外と天ぷら食ってくればよかったですねほらこっち待って待ってジュリン、今のご気分は今夜は最高ありがとうございました渋く決まりましたOne more.